オフィスに着ていけるコーデを今日はご覧いただきたいと思います。試着室はマジックボックス。はい、スタイリストの五十嵐薫です。今日はザラのね、ここにザラッと並べてみました。新作のジャケットとパンツのセットアップを選んでみました。ジャケットが5,990円、私が選んだのは36サイズなんだけれど、割とね、比較的にサイズが大きめなので、自分がいつも買うよりもちょっと一つサイズが下の方がいいと思う。それとこちら36、本当私38が欲しかったんだけど、ちょっとその時サイズがなかったみたいだったので、上下同じサイズを購入してきました。とってもね、今今年のトレンドのカラーをちゃんと抑えてるっていうのと、あと言ってなかったパンツ、なんと3,990円。そんな感じで、しかもね、後で履いてみるけど、すごくラインが綺麗なの、このパンツ。はい、でパンツのことだけではなくて、このジャケットのね、素晴らしいところは縫製がとにかくまたいいの。もう見た瞬間にはこれザラでこんなの出すんだと思って、ちょっとびっくりしたのね。ですごく綺麗にラインがね、このカラーのところがラインが出てるっていう、縫われてるっていうところと、ね、後ろ見ていただくと分かるけれど、ウエストのね、シェイプもものすごく綺麗に作っているのね。だから、まあ、ある程度ふくよかな方でも綺麗にウエストがシェイプして見られるし、まあ、細い方でもあまりにも華奢な感じになりすぎない、綺麗に体にフィット、ちゃんとあのサイズはね、あったものを購入していただきたいんだけど、サイズはあったものを購入した上でスタイルアップしてみれると思います。はい、それとね、もう一つ袖のところ、ここがね、この脇って言って開けられるの。だいたい割とちょっとお安めのものっていうのは、ここが開かないね、縫われた状態なのね。そうすると袖を巻いたとしてもあんまり綺麗に見えなかったんだけど、このまま開けた状態で巻くことができるので、すごく重宝できると思います。これまさかね、2つこのセットアップで1万円以内ってすごくいい価格だと思うの。しかもね、縫製が綺麗っていうのがびっくりした。あとこれに合わせて同じくザラの、なんとセールで1,990円、すごく可愛いのがこの袖のところのね、ボタン、金ボタンと、よくセーターにありがちなね、この袖のところズドーンとしてて、なんかこうやぼったい感じがなくて、多分着るとね、ぴったり袖にフィットしてくれるところ。それからこれ実はコットン風に見えるんだけど、すごくしっとりしてて、実は全部化繊なんです。化繊の割にこのしっとり感ってすごくびっくりで、ものすごく素材感が私好き。しかもね、この私のあの今つけてるネイル、このネイルの色とぴったりなの。見て見て。はい、こうやってね、今年のトレンドって爪の先からとか、安い1990円のセーターからとか、1万円以内のスーツだったりとか、こういうところにトレンドをちょっと入れることによって、よりおしゃれで高見えっていうものを皆さんに演出することができます。はい、あとはね、これインナーに着ようと思って買った GU の990円、このトップスも一緒に合わせて、ね、オフィスに着ていけるコーデを今日はご覧いただきたいと思います。ではシェーチ。ジャケットを脱いだ感じだとこういう感じです。はい、羽織った感じもちょっとできる女風に、ちょっとこんな感じで街をカットしていただいたり、いかがでしょうか。ちょっと着てみました。はい、割とね、身幅が狭いので、はい、 XL とか L でも全然スッキリ感あるんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっとサイズの大きいものをこのセーターの場合はね、購入された方がいいと思います。で、S なのにこんなにね、袖が長いので、ちょっとこのようにして折られた方が可愛いかも。ボタンも綺麗にちゃんと折っても見えるしね。はい、で、ジャケット着てみます。で、ちょっと自分の顔が直線的だなって思われる方は、ね、このように
メガネ、サングラスを下げて V のネックを作っていただいたりとか、あとはネックレスをしてね、 V のラインを作ることで直線な感じを出していただいてもいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ザラにこんな素敵なね、セットアップのものがあるとは実は私あんまり知りませんでした。トレンド感満載だったりとかね、デザイン性が高いものっていうのはすごく見かけるんだけれど、なんかこうスーツのイメージ、レディースはスーツのイメージがなかったの。メンズはね、結構リーズナブルで素敵なものあるって分かってたんだけれど、レディースでこんなにオフィス使いができるものがあるなんて、大発見かな。いかがでしたでしょうか、ね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。またぜひご覧くださいね。さよなら、バイバイ。